そいつはすげえ。こんなにたくさん人がいるぜ。ではみんな、こんにちは。すげえ。お前たち最高ぜ。ちょっと待ってくれ。俺たちウミガメの挨拶ちゃんと知らないやつ、こっちの前で見つけたぜ。前から4列目だな。で、一番通路側に座ってる大人の男性だ。こんにちは。こんにちは。名前は何て言うんだい？のぼるです。のぼる、クールな響きじゃないか。よし、のぼる、俺が最高だぜって言ったら、君は両方のヒレ高く上げて、うおって言うな。固まってる場合じゃないぜ。おう、登る、その隣のお嬢ちゃん、もしかしたら君のお子さんかい？そうです。かっこいいところ見せてやろうぜ。準備はいいか、行くぜ。登る、最高だぜ。バッチリだ、みんな登る。いや、登る、すげえよかったぜ。ありがとな。よし、次は誰と話してみようかな。お、次はこっちの前にしてみようかな。前から2列目で一番通路側にいるお嬢ちゃんとちょっと話をしてみたいな。こんにちは。名前は何て言うんだい？はるか。はるか、よろしくな。じゃあさ、はるかにちょっと聞きたいことがあるんだ。今日さ、どこから来たんだ？帰りが心配だぜ。じゃあさ、はるか、今日誰と一緒に来た？ママとパパ。あ、これで帰れそうだな。じゃあ一緒に来てくれたパパとママ、どこにいるんだい？ひれ上げて。おして、そうだよな、さっきから見つめてたもんな。じゃあママとお話ししてみようか。ママ、こんにちは。こんにちは。名前は？関です。関、よろしくな。ちょっとさ、ママなる君に聞きたいんだけど、はるかのお家は一体どこにあるんだい？板橋区にあります。板橋区ってところにあるのか。全く知らないところだな。じゃあさ、一つ聞きたいんだ。はるかからさ、いろいろ質問されたことってあるかい？あまりないです。おー、そうか、はるか自立してんだな。いや、なんでこんなこと聞いてるかっていうと、今俺の息子のスクワットがさ、俺に質問ばっかりしてくるんだ。だから人間の子供はどうなのかなと思って聞いてみたんだ。いや、いろいろと教えてくれてありがとな。はるかもありがとな。いや、実はさっきもスクワットに聞かれたんだ。ねえパパ、なんで人間はあんなに僕たちと違うのって。俺はこう答えたんだ。わかんねえ。だからさ、今日は俺に人間のこと教えてくれないか？協力してくれるなら、はーいって言ってくれ。せーの、はーい。お前たち最高だぜ。登る、今のよかったぜ。よし、じゃあスクワットからの最初の質問だ。ねえパパ、人間って何を食べるの？だってさ、この中で食べる人いるかい？いたらひれ上げてくれ。どどーい。半分以上は食べないんだな。動けんのか。じゃあガイドさん、はい、こっちの後ろだ。一番前の列で端から2番目、赤い甲羅で頭にキラキラしたホタテくっつけてる彼女、そうさ、ひれ上げてくれさんだ。こんにちは。こんにちは。名前は？あかねです。あかね、よろしくな。なあ、あかね、君の大好物ってなんだい？お肉です。ざっくりしすぎだろ。いや、いいぜいいぜ、そうなのか。いや、俺はさ、この下に入ってるこの海藻が大好きなんだよ。これをわかめ、海苔、昆布、わかめ、海苔、昆布、こうやってバランスよく三角に食べるんだぜ。そしたらこんだけでかくなったってわけさ。なあかね、俺の体重今何キロあると思う？ガリガリじゃないか。俺今300キロあるらしいんだ。だからさ、あかねもお肉いっぱい食べて300キロ目指してくれな。お前たち最高だぜ。よし、今度はみんなの番だ。
俺に質問あるやついるかい？いたら切れ上げてくれ、何でもいいぜ。そうだな、じゃあこっちの前から行ってみようかな。前から2列目で一番通路側のお嬢ちゃんがすげえ元気に切り上げてくれてるんだ。こんにちは。こんにちは。おお元気だ。名前はなんて言うんだい？平川春乃です。おお、よろしくね。あ、聞きたいことなんだい？あのさ、誰とお友達してますか？うん、お友達かい。俺この海にいるみんなが友達なんだ。あ、じゃあその証拠にさ、みんな俺と衝突したいな。今忙しかったみたいだ。でも本当だぜ、もちろんお嬢ちゃんも俺の大切な友達の一人だぜ。ありがとな、話できて嬉しいぜ。お前たち最高だぜ。よし、他にやるかい？後ろの方でもいいぜ、遠慮すんなよ、開けて。どうぞ。そうだな、あ、こっちの後ろ行ってみようか。そうだな、前から4列目。そうだな、端から2番目。頭にやっぱりホタテつけてる彼女にしようかな。ホタテ流行ってんだな。こんにちは。こんにちは。名前は？トモコです。トモコ、よろしくな。質問なんだい？クラッシュはお父さんとお母さんに名前をつけてもらったと思うんですけど、うん、両親の名前を教えてください。あ、なに、俺の親父とお袋ってこと？はい。おお、そうか。え、ちなみにさ、トモコのお父さんお母さんの名前って何？勝也とのりこです。勝也とのりこ、名前に階層入ってんならなんか嬉しいぜ。そうなのか。いや、俺のお袋の名前はマリーナって言うんだ。で、親父の名前はクラッシュって言うんだよ。で、親父の親父の名前もクラッシュって言うんだ。で、親父の親父の親父の名前もクラッシュって言うんだ。だからきっと俺息子にスクワットって名前つけたんだろうな。いや、俺のことよりも親父お袋のことにも興味持ってくれるんだな、嬉しいぜ。お前たち最高だぜ。どうしよう、他にやるかい？なんで？おお、どうした、クラグライダー？あ、クラッシュ、今逃げてきたとこなんだよ、亀倉まんじゅうから。あれ、面白いじゃないか。え？よし、みんなで亀倉まんじゅうって言ってみよう。せーの、亀倉まんじゅう。もうやめてくれ、その亀倉まんじゅう。来た、亀倉まんじゅう。さったなくなる亀倉まんじゅう。よし、タイミングで遊んできていいぞ。もうクラッシュのせいだよ。ん？俺がなんかしたか？カメクラまんじゅうだよ！あっ、ダメ！カメクラだけはやる！カメクラまんじゅう、カメクラまんじゅう、カメクラ。俺だけ盛り上がってごめん。よし、他に質問あるかい？何でもいいぞ、開けて。じゃあ、あ、真ん中の後ろ行ってみようか。一番前で、こっちの通路側だ。黒い甲羅の男性だな、元気に開けてくれてる。こんにちは。こんにちは。名前は？テルキと申します。テルキ、よろしくな。質問なんだい？この夏旅行に行きたいと思ってて、綺麗な海の場所に行きたいんですけど、うん、どこかおすすめありますか？おお、そういうことかい。そうだな、じゃあやっぱりオーストラリアをおすすめするかな。あそこのビーチすげえ綺麗なんだ。サンゴとかもすげえ綺麗だしさ、そして何より俺が生まれた場所なんだ。だから俺、オーストラリアのビーチが大好きなんだよ。じゃあ、テルキさん、今度の夏、オーストラリアのビーチでも会おうぜ。楽しみに待ってるぜ。お前たち、最高だぜ。ん？なんだこの音。ハイドロフォン壊れたか？ハロー。ハロー。ん？なんだ、ベイだったのか。よし、みんなでウーって言ってみよう。せーの、ウークラッシュ。やーよー、ベリー。ハロー、人間。なあ、ベリー、得意のエコロケーションみんなに見せてやったらどうだ？見てて、ウー、何か見えてきた。おー、うわー、耳が4つある人間がいる。いい意味でね。変わってるわ。じゃあね、クラッシュ。おお。
耳が4つ？ああ、トモコたちの頭についてるやつか。ベリーあれ耳じゃない。ホタテだ。いやでもエコロケーションクールだな。人間もできんのかな。そうだ、あいつにやってもらおう。登る、君の出番だ。君のエコロケーションで俺のヒレが何本上がってるか出てくる。じゃあまず両方のヒレを頭の横に持ってきて。さっきのベイリーみたいな。そうそう。で目閉じるな。いいかい、俺がいいって言うまで目開けちゃダメだぞ。あ、お嬢ちゃん、パパが目開けてないかちゃんと見といてくれ。そしたらうーふーだ。いくぞ、せーの、もっと大きく、今度は優しく。いいぜ、みんなも出そう、せーの、みんなありがとう。静かにしてくれ、まだ目開けるなよ。じゃあ登る、俺が開けてるヒレ何本だ。2本。登る、目開けてみろ。大正解だ、みんな彼に拍手しようか。お前たち最高だ。海流、パパパパ、海流に乗ってサーフィンしようよ。わかったわかった。さあ家族が呼んでる。今日はみんなと話せてすげー楽しかったぜ。お前たち最高だぜ。ありがとな、楽しかったぜ。また学ぶ空。